しんちゃお、どうも覆面トレーナーです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。まだねお仕事をされてる方もご自宅にねずっといらっしゃる方、いると思うんですけれども、僕もですね知人の方から結構連絡もらってて、例えば在宅ワークになってから何キロ太ったとか食べ過ぎちゃうとか、あとなんか気分がね悶々とするとかね、まあ、そういった声をすごく、もらえます。で何したらいいかなって聞かれるんですが、まあ、僕が答えるのはとにかく、YouTube 見てって言って、で、やって実践してってことをね伝えてます。でとにかくこの動画では、やっぱり、在宅になることで、運動不足にもちろんなるし、食べるものもね変わっちゃうし、でやっぱりこうだらける時間っていうのがどうしても増えちゃうと思うんですよね。僕もそうなると思ってます。はい。で、そんな方のためというか、まあ、そんな方にですね少しでも、体の低下をね抑えてほしいなってやっぱ思うので、僕はトレーナーなんでねそういうふうに思うんで、今ねこう簡単で始めやすい短時間で終わるものっていうのをご紹介しているということです。でもし、今ね見てくださってる方が30分とか1時間とかのね、ちゃんとしたメニューを、やりたいっていう方は、他の YouTube チャンネルにね、そういった動画っていっぱいあると思うんで、そちらを見ていただくことをお勧めしたいなと思いますし、もし、アクションダイエットの30分だったりとか15分1時間みたいな長いもの、を見たいというお声をねコメント欄とかにいただければ、まあ、それも作ってみようかなっても思うので、もしねご希望であれば書いてください。はい。ということで、今日もねやっていこうと思うんですが、今の僕の状況だけお伝えすると、ちょっとねこう団体でやるレッスンっていうのも全て廃止してるんですけれども、でまあ正直どうなるかなってという不安とか、僕も全然未知だったんでね、いきなりこう全部中止したもんで、なので、どうなるかなと思ってたんですけど、本当ありがたいことに、まあ、すぐにねオンラインのシステムっていうのはオンラインでこういうふうにやろうっていう方向性は決めてね、伝えさせていただいてて、もう今は少人数のレッスンもしくは、オンラインのみとなってまして、結構こう団体でねやられてる方が、お一人でねレッスンに来てくださったり、そのメンバーみんなでねグループレッスン、オンラインレッスンに、切り替えてくれたりと、本当にこうなんだろう乗ってくれて、少しずつね、レッスンの方も、復活というか、してきたので本当にありがたいなと思ってます。はい。僕ができるもの、僕が作れる場っていうのは本当にこれからも作っていきたいなと思ってます。はい。ということで、今日もねやっていこうと思うんですけど、今日はやっぱりですね、家にいて、どうしてもなりがちなのはこういう姿勢ですよね。こうなって、でやっぱこうなると、こうなりますよね、やっぱね。はい。でこの状態から、僕がよくやること、特に僕は朝起きてやったりするものをね、ご紹介しようと思うんでね、ぜひ、皆さんも家でねこうゴローンとしちゃった時にふとこれを思い出して、やってもらえるといいかなと思います。それでは、やっていきましょう。あー気持ちいい。はい。いや、やっていきましょう。はい。このスライムがね超気持ちいいんですよね。スクウェアエニックスの斉藤陽介さんにこのスタジオのオープン祝いにもらったものなんですけど、めちゃめちゃもうね素材が気持ちよくて、まあ、普段ね僕はここにこのソファーに寝ることはないんですけど、はい、ちょっと今日はここで撮影していきますが、はい。でまあ寝てますと、で寝てる状態からですね、まずですねちょっと上半身を上げてほしいんです。ちょっと上半身をこうなってたとこからグッと上げるだけでお腹きつくなるの分かりますかね。はい。ここでもうお腹きついと思うんですね。はい。まずこれを作って、このまま、ももをぐっと抱える。はい。抱える。この時もお腹に力入ってます。この足をまた戻す。ここで下につかない。抱えて、伸ばす。抱えて、
伸ばす。ふう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 、これだけです。で、一応この頭をつけてでも、つけてても多少効いてくるの分かると思います。同じことやると。はい、でこれをちょっと上げてあげるとさらにきつくなるってことですね。なのでまあゴローンとしちゃったと、あーつって、そうだやんなきゃって思って、このままこうやってやり出す、ふうってやり出したら、ちょっときつくしようかなって思ったら上半身を上げてあげる。グッ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 、どうですか、めちゃめちゃ簡単じゃないですか。はい、特にね、男性の方、下っ腹気になる方多いと思います。まあもちろん女性も多いと思うんですけど、多いと思うんで、ぜひこれね、寝ながらすぐにできるんでやってみてください。ということで今日は、普段はね、まあ時間を計って、やらなくても思い出した時にやればいいと思うんですけど、今日はねちゃんと時間を計ってやりましょう。30秒、10秒、いつも通りですね。30秒やって10秒休んで、もう30秒やります。はい、それではゴロゴロ見てください。ゴロゴロ見て一緒にやりましょう。では行きます。5秒前、2、行きましょう。5、時間は頭ついて大丈夫です。ふう、よっしゃ行きましょう。さああと10秒です。さあ頑張りましょう。はい、OK です。はい、ということで今日はまあ家でねゴロンとしちゃった時にすぐできるトレーニングを紹介しました。まあなんだろうな、いきなりちゃんとねトレーニングメニューを書いてやるっていうことは結構一人だと難しいと思うんですよね。例えば僕と一緒にねレッスンをやってる方であれば、僕がこれとこれとこれとこれやりましょう、何分でこういう風にやりましょうってことを全部お伝えするので、よしその通りにやろうって思えると思うんですけど、何にもしてない方がいきなりね、やるときにこうでこうでこうでってやるのは難しいと思うので、こういう風にまあこうなってしまってるこの状態だらけてるときにすぐに思い出してできるものっていうのを、まあ、このチャンネルでは紹介していってます。はい、もしね、やれる方ぜひ今から試してください。どん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 、家にいて何もしなかったら低下します。はい、食い止めて、少しずつ逆に上げていきましょう、うん、と思います。ピンチはチャンスで、やっぱ仕事が忙しくてトレーニングできないっていう方って今までたくさんいたと思うんですけど、時間がね多くできると思うんですよね。これから家にいる時間が増えることによってってことはチャンスですね。体を変えていくチャンス、トレーニングできる時間ができるチャンスなんで、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。はい、で先ほども言ったように僕らアクションスタイル、はオンラインレッスンもやってます。要は地方の方でも一緒にレッスンができるってことですね、ビデオ通話で。はい、もしくは、パーソナルマンツーマンレッスンというのも、ね、できるので、ぜひこの機会にやりたいと思ってくださった方は概要欄の方から、お問い合わせフォームが、ね、あるんで、ぜひご連絡をください。とにかく、もちろんそのウイルスも怖いんですけど、二次被害というんですかね、二次なんとか、はい、ちょっと忘れちゃったんですけど、要は
ウイルスで家にいなきゃいけない、その家で巻き起こっていく、自分の能力の低下、体の衰えとかっていっぱいあると思うので、ぜひね、それをね、少しでも抑えられるものを僕は作っていければいいなと思ってます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございます。また随時動画も更新しようと思います。できる限り毎日更新したいなと思ってるんで、ぜひこれからもご視聴ください。はい、ということで、ありがとうございました。それではさよなら。